写真は。こんなんで行きましょう。次に行うカウンター戦はまずこちらの陣地から用意スタートと同時に戦闘を始めて打っていく。でもし打たれた場合はこちらの小屋に、引きこもると。引きこもり戦用意スタート。大丈夫？どっかにぶつけたみたいだ。大丈夫ですかね。裏に隠れよう。はい、撃たれたら小屋に入るじゃない、小屋に引きこもる。はい、引きこもってください。はい、そしたら一人目が陣地に戻って復活で、陣地の中にカウンターが置いてあるので、まあいわゆるセンターカウンター戦ですね。はい、はい、復活してください。はい、引きこもりましょう。はい、はい、浜くんが引きこもります。はい、こうやって、はい、もうね、本当は良くないけど、はい、はい、引きこもりに来たので、はい、カウンターを押して元の人は社会に出て戦ってください。はい、外に出て戦って頑張ってください。引きこもってます。何やってんの？あ、ゲームやってんの？あ、そう、もうゲームをやらずにいられない。はい、黄色チームもやっと一人が引きこもりになりました。こっちはあんまり広くないんですね。でもこっちが店側でこっち客側です。あ、なるほど。おもてなしをするわけですか。なるほどね。 あれそしたら向こういなくなっちゃった。なんでいなくなっちゃったの？これそういうもんなの？うん、あれ誰かが入ってきただけだというふうに思ってるんじゃないですか。誰かが入ってきた。あれ、まあいいや。はい、終了です。じゃあちょっと中のカウンターを確認します。黄色が3で赤は7。老眼で見えます。はい、老眼で見えます。はい、ということは黄色チームの勝ちです。あ、じゃあカウンターゼロに戻してカウンター。いい膝パッドしてくれてますね。ありがとうございます。あ、グローブもいいですね。グローブはダマスカス。私はいい、あ、いい膝パッドしてくれてますね。あら、いい膝パッド、肘パッドもしてくれてます、ね、ありがとうございます。まあいろいろそれどころじゃなさそうなボリューム、ありがとうございます。動かない、あえて動かない。なるほど。こちらは今ただいま引きこもり戦といって、撃たれたらあのセンターの小屋、こちらに引きこもらなければいけない。で、まあ、ちなみに引きこもっていて、もう一人目、二人目が小屋に来た時点で、最初の一人は、戦線という社会に出て戦わなければいけません。はい。じゃあ、小屋に行って見てみましょう。あら、田中健さんじゃないですか。引きこもりの常連です。常連ですか。本当にダメですね、引きこもってばっかりで。品薄なんですけどね。品薄。ここ飲み物出してくれるお店みたいな感じになってるんだ、はい、面白い。ノブさんが打たれたので引きこもりに帰ってきます。あ、ひろやすさんが来たので、はい、じゃあ社会に出て戦ってきてください。はい、陣地に戻って戦線復帰ですね。いや、一生引きこもって生活したいですね。そうですか。
はい、2分30秒。あ、岡ひじきさんが来ました。はい、じゃあカウンターを押してください。今何対何なんだろう。こっちは1ですね、ノブさん。老眼で見えますね。こっちはもう4だから。また黄色チームが今回強い。そこから狙撃しする作戦なんですか。なんか引きこもり戦っていう感じに恥じない暗そうな作戦取って戦ってますね。恥ずかしくないんですか。みんなが一生懸命戦ってるっていうのに。ちなみにノブさんとの私です。あ、そうですか。あ、じゃあ、はい、社会復帰してください、はい、あら、うん、どうしたの。またニートになりました。またなりましたか。本当に。また職を失って。なんだなんだ。それも赤ひじきさんが狙っている。誰が撃たれたんだ。あ、白安さんが撃たれましたね。はい、引きこもりに帰ってきました。じゃあ浜君。はい、表。引きこもりきました。うん、ね、じゃあ、しっかりしっかり社会復帰しといで。赤7黄色2。はい、ありがとうございます。